はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、それでは本日はこちらですね。最近まあめっきり見かけないかまどを使ったフードデッキ、これをやっていきたいと思います。まあもう猫がね禁止なんで、他のフードカードを展開していって、最後トロールやら狼で殴っていくっていう感じのデッキですね。はい、早速やっていきます。はい、プレイ。さあ、それでは、はい、7枚でキープ。さあ、戦術倍包みはとりあえずいらんか。ああ、カッタンか。それはちょっと、良くないですね。はい、かまど。グルール上陸ですかね。はい、かまど。はい、ガチョウ。さあ、かまどでガチョウを生贄に捧げて、はい。さあ、めっちゃピンチだね。とりあえず山持ってきて、意地悪な狼。ターン終了。飛行クリーチャーいなさそうっすね、これ。はい、骸骨の巨人。はい、ターンもらいます。さあ、ウィゴサライ。アタック。まあ1枚やっときましょうか。さあ、これで8点。さあ、巨人を生贄に捧げて、はい、これでターン終了。水晶壊しが普通に出てくるのかな。はい、はい、ターンもらいます。それでは倍包み。さあ、アタック。5点いきますか。ターン終了。はい、骸骨の巨人。
さあ、あと1枚ガレンバレスの宝剣かな。だとすると結構厳しいよね。まあ、殴れか。さあ、アタック。まあ、ブロックするしかないんですけど。はい、戦術。もう一時的な連帯、これいいですね。はい、ターン終了。さあ、これはでもなかなかほぼほぼ勝ち確なんじゃないかなとは思います。そっか。ターンもらいます。あと何でしょうね。さあ、一時的な連帯。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手が先行。順調にトロールの王まで行けたらいいですけど。さあ、7枚でキープ。はい、戦術、これはもらっときましょう。ジョルレール、これはまた珍しいカード。最近見ないですね。はい、ウィゴサライ。さあ、アタック。はい、かまど。はい、ターン終了。群れの英雄。はい、戦術、土地、ちょっと待てよ。まあ、土地、これはもらっといた方がいいですね。ターン終了。これでパイ包みとりあえず打てるか。ホコリ猫。何デッキだ？猫デッキ？もう先にパイ包みで除去しときましょうか。はい、ターン終了。幸運な野良猫。ターン終了。カヒーラ。パイ包み。カヒーラはやばいな。ターン終了。
さあ、土地が欲しいな、土地が。セテッサ式訓練。さあ、4点。これ、ハンコンはどこだ？あ、こいつがそもそもハンコン持ってんのか。さあ、ドロー。お、ありがたいね。はい、戦術、ガチョウ、ガチョウ。ガチョウ、ちょっと待てよ。ガチョウはいらんな。いらないっすね。ターン終了。バスリの実際。はい、6点。さあ、3点回復。はい、死の味。はい、ターン終了。ほこり猫。むさぼるトロールの王。え、金のガチョウ。ターン終了。カヒーラ、はい。セテッサ式訓練。はい、トロールの方でアタック。いやー、ターン終了でいいか。死の味。さあ、トロールの王を出し直し。ターン終了。果敢な一撃。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。うん、かまど難しいな。どっちでいく？まあ、とりあえずかまど出すか。そうなると一応こっちの方がいいか。ウイゴサライ。さあ、アタック。
さあ、サソリ生贄に捧げて、2点回復、2点ダメージでターン終了。ターン終了。緑マナが欲しいね。不気味な矜持者。さあ、ターンもらいます。ターン終了。参ったな。緑マナが来ないね。わあ、ガラクか。緑マナが来た。はい、金のガチョウ。ターン終了。ターン終了。さあ、もう悠々と奥義まで行きますね、これは。どうしようもないぞ。ターン終了。まあ、まだ奥義使ってこないかもしれないですけどね。お、奥義使ってきましたか？ラノワールの幻想か。何出てきますかね。このガラクの能力初めて使われたかもしれないね。なんか微妙に弱いの来たね。さあ、ターンもらいます。さあ、意地悪な狼。44。さあ、55。ターン終了。ライフが14なんで、なんとかしたいな。はい。パーマネントカード。なんだ、ガラクか。
サソリか。悪夢の番人、はい。キジ狩り。まあ行くか。はい、ターンもらいます。はい、ウィーゴサライ。さあ、2体でアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それじゃデッキ紹介いきます。はい、フードデッキということで、ウィーゴサライが4、金のガチョウが4、魔女のかまどが4、キジ狩りが4、パイ包みが4、一時的な連帯が4、意地悪な狼が4、歌狂いの裏切りが3、死の味が4、むさぼるトロールの王が1、沼が4、山が2、森が2、疾病の神殿が4、岩山かぶりの小道が4、奔放の神殿が4、ぐわの小道が4ということで、はい、懐かしい魔女のかまど、猫が禁止になってからは全く見かけないですけど、ちょっと久しぶりに使ってみようかなっていうことで、魔女のかまどが入ったデッキを作ってみました。結構ね、死の味とかもね、あんま使われることがないんで、まあちょっと新鮮な感じですかね。はい。あと、キジ狩り、まあちょっとね、動画ではあんまり、活躍してなかったと思いますけど、ローグデッキとかだったらね、結構刺さったりするんで、面白いかもしれないですね。はい、まあそんな感じで、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。